アニマルズはイギリスのロックバンドである。ジャンルはブルースロック、R&B、ブルース、ロックである。60年代後半にアメリカに渡ってからはサイケデリックロックの作品も残した。1960年代半ば、ビートルズ、ローリングストーンズ、ザ・フー、キンクスなどと共に人気を博した。アメリカでは、いわゆるブリティッシュ・インベージョンの代表格の一組とされている。 アメリカのブルースに根ざした作風が特徴的でロックシーンにも多大な影響をもたらしたバンドである。ボーカルのエリック・バードンがローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第57位にランクインしている。1963年、イギリスのニューカス・スル・アポンタインでエリック・バードン、アラン・プライス、ヒルトン・バレンタイン、チャス・チャンドラー、ジョン・スティールの5人で結成。 バンド名はグラハム・ボンド・オーガニゼーションのグラハム・ボンドが命名。ライブがあまりにもワイルドだったため観客からアニマルという声が多くかかったことからメンバー自ら名乗るようになったという由来が語られたことがあるが2013年のインタビューでエリック・バードンが否定している。音楽性はブルース色が非常に強くジョン・ギーフカーのブーム・ブームなどをコピーしている。 対照的にシングル曲にはヒットを意識してブリルビルディング系の作曲家の作品が多く取り上げられる。多数のヒット曲の中、ザ・ハウス・オブ・ザ・ライジングさんが最大のヒット曲として知られている。これはアメリカの伝統的なフォークソングをブルース的な解釈でカバーしたものである。また、ウィー・ガッタ・ゲット・アウト・オブ・ディスプレイ e 放題は朝日のない街は全英2位に輝き、 ブルース・スプリングスティーンやボンジョビなど多くのアーティストがカバー。ローリングストーンの選ぶオールタイム、グレーテストソング500では235位にランクされた。特にスプリングスティーンはこの曲について彼の1970年代の曲作りにおいて影響を受けた曲の一つとインタビューで語っている。1966年発表のシングル、孤独の叫びは 後にグランドファンクレールロードにカバーされた。同じ時期に活躍していたこともあり、ビートルズとも仲が良かった。チャス・チャンドラーはジミ・ヘンドリックスを見出したことでもよく知られている。1966年に本拠地をサンフランシスコへ移し、エリック・バードンジ・アニマルズとして再始動し、グレート・フルデッド、ジェファーソン・エアプレームなどとシスコサウンドと呼ばれるようになる。 1968年の曲、スカイパイロットはサイケデリックロックの反戦歌と認識されている。この時期のメンバーとして、後のザポリスのギタリスト、アンディ・サマーズが在籍していた。1968年の来日ツアーは、本来9月の予定が、ビザ取得が困難だったため11月に延期されている。この際のトラブルとしてよく知られている事件は、 日本でのプロモーターは彼らが全く面識のない反、社会的勢力だったことである。彼らは来日の延期で損失した金額として2万5千ドルを要求され、借用書に2万5千ドルの金額を記入させられた。相手は翌日までにバンドメンバーと共に出国しなければ、バンドメンバーともども危害を加えると脅した。彼らはツアー用機材をすべて残して、 直ちに日本を去った。1975年及び1983年にオリジナルメンバーで一時的に再結成した。1994年にロックの伝道入りを果たしている。ありがとうございます。